あと3分ぐらい待とうかなと思います。まあ10人ぐらいになったら始めましょうかね。ね、一応このライブ動画はですね、アーカイブで残しておきます。まあアーカイブっていうのはインスタグラム開いたらね、ストーリーみたいな出てくるじゃないですか。で、そのストーリーをピッと押してもらって、下のところにストーリーズかライブかっていうのを選べる欄があるんですね。で、そのライブのところに一応24時間限定でライブ公開してますので、また復習したい方どうぞ見てください。はい、です。で、あとはですね、YouTube でも、この話してるライブ動画っていうのをアップして、まあ、YouTube でももう一回見てもらえるような状況を作っていこうかなと思っております。ですので、楽しみにしててください。はい。よいしょ。やりましょうか。はい。というところで、やっていきたいと思います。今回お話しするのは、今すぐ、かゆみを抑える栄養素のお話をしていきたいと思います。やはりですね、アトピーがひどくなってくるとですね、このかゆみっていうのはどうしても向き合っていかないといけないっていうものはすごいわかるんですけども、でもやっぱ抑えたいですよね。それはどっか根底の部分であるもんですよね。どうしてもやっぱりこのかゆみを抑えながら治していければなーっていうのが一番考えてるところですし、やっぱりアトピーで辛くなるうちの一つの原因、一つのね、要素としてやっぱかゆみっていうのがあると思うんですね。で、そのかゆみを少しでも抑えられたらなというところで、かゆみを抑える栄養素があるんですよっていうことをですね、今回お話ししていきたいと思いますので、今回の内容をしっかり覚えていただいてですね、で、さらにそのかゆみを抑えるために、あなたのアトピー生活をですね、より良くするためにね、ぜひ学んでいただいて、より、すぐ実践していただければなと思います。はい、というところを今回のお話をしていくんですけど、じゃあまあ最初にですね、まあ自己紹介の方をさせてもらおうと思います。まあ初めての方もいらっしゃると思うので、はい、で、私児玉貴弘と申します。はい、で、私なんですけど、生まれて25年間ですね、アトピーを経験しておりました。はい、生まれつきずっとアトピーだったんですね。で、一応今は30歳みそじになりましたけども、アトピーは全くございません。完治している状況です。もう自分で治しました。はい、ということで、一応ですね、分子整合医学美容食育協会っていうところの泉市支部長というところでやらせていただいてます。まあエキスパートファスティングマイスターですね。まあファスティングの指導をするっていうのの、まあ泉の支部長という形でやらせてもらってますよというところです。はい、で、さらに、YouTube チャンネル登録2万5000人とあるんですけど、つい昨日ですね、2万6000人となりました。いつもありここにはテレビの方も、出演させていただいたっていうのと、あと雑誌の関西大岡体にいいこと掲載させていただきましたよっていうところの、ちょっとした自慢と、あとは生態薬委員長の、児玉貴弘というところでやらせていただいてます。で、まあ今は、厳密休業してるんですけども、実際前は、予約3週間待っていただいているような状況でした。っていうところで、まあそんなやつがですね、偉そうにお話をさせていただきますね。はい。で、まあ、今回ですね、かゆみを、今すぐ抑える栄養素のお話をしていくんですけども、学べることっていうのは大きく分けて4つあるんですよってことですね。はい。まず、まあ、そもそもかゆみを抑える栄養素とは何なのかっていうところを学んでいただきます。まあ、これをですね、お伝えしますよというところです。で、次2つ目。栄養は食えばいいわけじゃないんですよ。栄養っていうものは食べたらつくのかっていうと、実はそうではないです。食べるだけじゃダメなんですね。で、食べて、かつ、じゃあ食べたら、栄養吸収されるのってね、食べたらそれが消化されるんですよね。消化。で、消化されて、さらに分子、まあなんですかね、分解されるんですよ。大きなものがちっちゃくなって、さらにこう細かい栄養素になるんですね。タンパク質だったらアミノ酸とかになったりとかね。で、そういう風に分解されて初めて栄養として体に取り込んで、で、体に取り込んでから綺麗なお肌を作るための栄養として活躍するわけですよ。だから、とにかく取ればいいってわけじゃないんですよ。で、これね、スムージー飲んでません？アトピーの方ってスムージー飲む方って多いと思うんですけど、スムージー、あれは内臓疲労を起こす可能性もあるんですよ。何かっていうと、あのスムージーもこれと一緒です。食えばいいわけじゃないんですよ。取ればいいわけじゃないです。スムージーっていうのは、ちゃんと消化されて体の中に吸収されないといけないんですよね。で、なんか流動食みたいな感じで、ふにゃふにゃになってるから、栄養つくんじゃないかって思うかもしれないですけど、でも、消化しづらくなるんでしょ。
で、なんでかっていうと、あのね、消化するための消化酵素が混ざってないからです。はい。スムージー、まあ糖質ですよね。で、あの糖質とかっていうのを分解するのは、この唾液のね、消化酵素を使わないとダメなんですよ。だから、しっかり唾液が混ざってないと、そのスムージーの栄養素は分解されません。分解しづらくなります。で、分解されないじゃないですか。しづらくなると。じゃあ、分解されづらくなったら、内臓の疲労の負担が大きくなりますよね。そう。そうなったら、吸収もされずに外に出てしまったりとか、そもそも体に余計に負担をかけてしまうことによって、内臓疲労を起こしてしまって、ね、なんのこっちゃないみたいなことになるんですよ。だから、やはり、栄養は食えばいいわけじゃないんですよね。ちゃんと吸収されるっていう過程が大事なんですよってことをご理解ください。はい。というところで、ここも学んでいただけます。はい。で、次、三つ目。偽物食材を選ばないようにしましょう。これね、食品業界っていうのは非常に闇が深いんですね。うまいこと言ってますよね。糖質ゼロのビール。あれね、糖質っていう風に、表記しなくちゃいけないものを入れてないだけなんですよ。厳密に言うと、糖類って入ってるんですよね。まあ、例えばですけど、人工甘味料を使えば、糖質ゼロなんですよ。甘いと。みたいな感じです。っていう風に、食品業界っていうのは、実はですね、皆さんが思っている以上に、なんかこう、クリーンなところではないんですよ。うまくこう、言い返してるというかね。っていうのもあるんですね。だからこそ、じゃあ、その栄養素が入ってるよね。例えば野菜ジュースでもそうですね。野菜ジュースって、なんかビタミンとかああいうの栄養がいっぱい入ってるから取れるよ、みたいなことも書いてるんですけど、実際のところ、その野菜にとって大切なね、食物繊維ね。そう。腸の、善玉菌の働きを上げるって言われる食物繊維。あれをしっかり取り除いてしまってるわけです。取り除いてしまってるから、ただの野菜ジュースになってたりするんですよ。野菜ジュースじゃないわ。砂糖水。ただ、野菜の味がする、果物の味がする、ただの甘い汁なんですよ。だから栄養で言ったら砂糖水飲んでるのと一緒なんですよね。っていう風に、実は、やはり、偽物食材っていうのがあるんです。だからこそ、今回の内容をしっかり学んでいただいて、偽物食材を選ばないようにしましょうねっていうことを学んでいただきます。はい。なので、しっかりね、栄養を取ることもできますよっていうところです。で、次。あくまでその場しのぎですよ。はい。で、まあ、今回お伝えする内容っていうのは、あくまで、そのかゆみを一時的に抑える効果が強いもんなんですよってことだけ理解してくださいね。アトピーを治す食べ物ではございません。はい。アトピーを根本的に治すっていう作業も大事ですよ。大事ですけど、でも、やはりその場しのぎでも、その時だけでも、調子良くなったらいいですよね。僕もそうでしたから。やっぱ辛い時って、じゃあ、ね、その、ステロイドを使わないようにするとかね、体の毒出しをしなあかん、ファスティングせなあかん、いいもの食べて、体の毒を出さなあかんのや、だから、保湿もせえへんのやとかって決めてたんですけど、でも、いかんせん辛い。だからこそ、その両方のいいところを取ればいいんじゃないか。根本的に治すために食生活を変える、ライフスタイルを変えるっていうのも大事ですけど、でも、その場所の保湿とか、ステロイドとかでもいいので、かゆみとか抑えれたら、なおいいよね。いいとこ取りを取りましょうね。と、そのうちの、まあ、あくまでその場しのぎなんですけど、炎症を抑え、かゆみを取るってこともできるので、そちらの内容をですね、まあ、今回学んでいただけるというところになりますので、今回ですね、しっかりですね、まあ、15分ぐらいでやろうと思うのでね、ちょっとね、勉強して、そして、明日からね、アトピーライフをですね、少しでも良くなれるように、情報発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、やっていきたいと思います。では、今回ですねお話しさせていただく内容なんですけども、まあまあ、なぜ痒いのかっていうところから始めていきましょう。で、なぜ痒いのかって言ったら、結局排毒作業、まあ、デトックスなんですよねってことです。はい、体の中のアレルギー反応によって痒みとかが出ますよね。で、その痒みっていうのはなんで出るのかって言われると、まあ、排毒作業だと言われています。体の中の余計な毒素がある。だからそれを外に出そうとします。で、その際に炎症が起こってしまって、かゆみを起こしてしまうっていうふうに言われています。はい。で、かゆいっていうのはですね、なんか吐いたりするのと一緒で、まあ、ただ言ったら、このお肌のところにね、異物があると、体が認識するんですよ。認識するんですよね。で、認識して異物があるんだよ、異物があるから、だから、あ、もう、こう、かゆみを出して、で、ちょっと、のかせるよ、みたいな感じで、出す働きもあるんじゃないのかっていうことも最近の研究では分かってるみたいなんですけど、でもやっぱり、どっちかというと、やっぱ、結局ね、体の中の余計なものを外に出すために、こう、排毒作業を行ってるんじゃないかっていうふうに、まあ、まとめて言っています。はい。
っていうことなんで、かゆみっていうのは結局、そういった排毒作業の時に起きてしまうもんなんですよ、と。で、炎症で起こるのもそうですよね。赤くなってしまうと。で、炎症っていうのはその、余計なものと戦って炎症を起こしているわけですから、それを出すために、この排毒作業をやってるんだよ。で、その結果、かゆみが出ているんだよ、っていうことをご理解ください。はい。じゃあ、そのかゆみが起きるっていうところのお話はさせていただきました。じゃあ、早速やりましょう。はい。炎症を抑える二質の栄養素って何やねんっていうと、まあ代表的なもんですけど、ビタミン C とオメガ3っていうことですね。この二つがあります。まあ、両方とも聞いたことあるんじゃないですか、あなたも。はい。まあ、アトピーのあなただったら、まあ、なんとなく聞いたことあるのかなと思います。で、まずやっていきましょう。ビタミン C。で、ビタミン C、ちょっとすみません、ダブっちゃってるんですけど、ビタミン C って何がいいのかって言ったら、ヒスタミンという物質を破壊してくれる要素があるというふうに言われてます。ちょっとごめんなさい、こう研究結果らしいので、読ませていただきますと、アレルギーの発症っていうのはヒスタミンという物質がかかってるってことは知ってますよね。で、ヒスタミンっていうのは、簡単に言うと火災報知器ですよね。体の中に異物を見つけました。じゃあ、異物を見つけたってなったら、あ、ここに余計なもんあるぞ、おい、余計なもんあるぞっていう風に知らせてくれるんですね。だから火災報知器ですね。火事がここで起きとるぞ。だから火事で起きてることを知らせろっていうので、かゆみを出す。火災報知器のような役割をしています。で、その火災報知器なんですけども、まあ、もちろん異物があるから反応してくれてるっていうことはいいことじゃないですか。火事があることを知らせてくれるっていうのはいいことなんですけど、でも、ね、こう、以上、やっちゃったらダメですよね。なんかもう、余計なね、必要以上の大きな声で、火事だ、うわーみたいなんで暴れてしまったらダメじゃないですか。だから抗ヒスタミン剤って言って痒みを抑えるお薬を出されるんですよね。はい。だから抗ヒスタミン剤っていうのはあくまでその痒みが起きてるっていうことを知らせてくれるボリュームを下げるものです。はい。あれは治すもんじゃないっていうのも理解しておいてくださいね。はい。で、まあ、その抗ヒスタミン剤があって、で、じゃあそのヒスタミンが、その暴れすぎてしまうっていうのも良くないですよねっていうところで、このビタミン C には、このヒスタミン分子構造を破壊することにより、血中ヒスタミン濃度を減少させ、鼻炎や花粉症などの、アトピーなどのアレルギー症状を軽減する作用がある、ということが分かっているそうです。はい。なので、ビタミン C を取るのがいいんですよ、と。だから、かゆみを抑えたいのであれば、ビタミン C をしっかり摂取することが大事なんですよ、ということを、まずは、頭に入れておいてください。まずは、ビタミン C ですね。はい。で、じゃあ、ビタミン C って、まあ、結構、食べ物に、まあ、いろいろ入ってますよ、と。で、まあ、主に、もう、こういうものですね。果物、野菜、穀物。はい。芋とか、あ、ごめんなさい。あ、芋とかと、その玄米とかですね。穀物類。こういったものによく入っております。はい。じゃあ、ビタミン C、入ってたら何でもええのか。いや、違うんですよ。ちゃんと言う。ちゃんとね、しなくちゃいけないことがあるんですよ。ビタミン C の食材の正しい取り方っていうのがあるんです。それは何かっていうと、入ってる食材を選ぶのも大事です。それを食べるのも大事ですけど、まず一つ、加熱しないこと。熱は絶対に入れてはいけない。なぜか、それはビタミン C が熱に弱いんです。ビタミン C っていうのは、水溶性ビタミンっていうんですね。まあ、つまり、水に流れちゃうようなビタミンなんですよね。はい。で、まあ、まあ、簡単に言うと、もう、脆いんですよ。だから、熱を入れてしまったら、このビタミン C がブワーッとやられちゃうんですよ。なくなっちゃいます。はい。溶け出してしまう。まあ、あとは、茹でたりとかしたら、その、茹で汁に溶け出してしまって、で、結局、まあ、ブロッコリーとかもそうじゃないですか。ブロッコリーとかも茹でて食べようとするんですけど、結局、茹でて、茹で汁にビタミン C が落ちちゃってるから、ブロッコリー食べてもビタミン C 摂取できませんでした、みたいなオチになるんですね。だから、ブロッコリー食べてるんですよね、みたいな感じになるんです。トマト食べてるんですけど、みたいな。でも、あれ、かゆいな、みたいなことになってしまうと。だから、正しく摂取されてないですね。調理方法を間違えることによって。だから、加熱しない。これはもう徹底的に注意してください。だから、生で食べる。サラダで食べるっていうのが、ベストなんですよ、というところです。はい。なので、正しい食べ方を知ってくださいよね、っていうところが、こうですね。で、じゃあ、それを踏まえた上で、はい。おすすめの食材、ハイパフォーマンスフーズって勝手に、はい。かっこよく言ってみたんですけど、どうでしょうか。綴り間違えてたらすいません。はい。っていうので、ビタミン C の、栄養素が入っている食材でも、僕がよりすぐりでいいんじゃないかと。いうことですね。まあ、パフォーマンスが高いものですね。栄養素ももちろん高いのもそうなんですけど、パフォーマンスが高いものを6つ選ばせていただきました。で、前半の4つ、さつまいも、かぼちゃ、ゴーヤ、そして、ピーマン、いちごに、ゴールデンキウイというところです。で、この前半の4つ、さつまいも、かぼちゃ、ゴーヤ、ピーマン、これは何がいいのかっていうと、これは、
加熱調理してもビタミン C が溶け出しにくいものなんですよ。はい。最高ですよね。ビタミン C って水で流れるんで熱の処理はもうきついですっていうお話をしたじゃないですか。でも、それでも、やはりこういった食材、この4つの食材っていうのは、ビタミン C が熱に弱いんです。熱に強いんですよ。こいつらは。チンジャオロース OK です。ゴーヤチャンプル OK です。熱に強いです。まあ、多少なると減ってしまうみたいなんですけど、でも、熱に強いので、しっかりビタミン C を、ね、こう食材に残した状態で取ることができるっていうところで、メリットがありますよね。で、さらにこの芋類っていうのは、でんぷんって言われるその糖の集まり、砂糖の集まりだと思ってください。もうざっくり言いますけどね。もうややこしくなるんで。で、その糖の集まりみたいなんで、こう、保護されてるんです。皮、コーティングされてるんですよ。だから、ビタミン C がコーティングされてるので、少々熱入れても、まあ、溶け出すことないよね。だから、こういったものを取ると、ビタミン C もしっかり摂取されますよね。だから、パフォーマンスがいいじゃないですか。ね。そう。だから、こういった4つの食材っていうのは、まず、加熱調理に強いんだぞっていうところで、ハイパフォーマンスフーズと読ませていただいてます。で、残り2つ、イチゴとキウイっていうことなんですけど、これは、ビタミン C がたくさん含んでいる果物であるのは間違いないんですけど、さらに、旬なんです、今。今旬なんです。春が旬なんです。食べ物っていうのは旬の食べ物になると栄養素が多く含まれると言われています。なので、今、手軽に、かつ栄養をたくさん取れるっていう意味で、こちらをおすすめするというところです。はい。ですので、ハイパフォーマンスフーズっていうのはこういった理由で選ばせていただきました。で、加熱調理に強いですよっていうところと、旬なので栄養素自体が高いですよっていうところですね。まあ、なんかアセロラとかね、カムカムとかいろいろあるんですけども、でもそういったの食材ってスーパーで買えるんじゃないですか。だから手軽に買えて、かつパフォーマンスの高いものっていうのを選ばせていただきました。はい。っていうのが、今回お伝えするやつですね。はい。これが、おすすめのハイパフォーマンスフーズでございます。で、まあ、さらにですね、まあ、食材で取ってもらうっていうのも一番いいんですけども、まあ、でも、どうしても食材で取るの難しいなっていう方はですね、サプリメントで取っていただくっていうことも大丈夫だと思います。でも、サプリメントの時は気をつけてくださいね。サプリメントがちゃんと吸収されるような、質の高いものなのかっていうのも大事なんですよ。ね、質の悪いものっていうのは吸収されずにそのまま流れ出ちゃうみたいな、なんのこっちゃないよね、みたいなのもあるんで、そこら辺ちょっと気をつけて選んでください。はい、というところです。では、次。はい。二つ目行きましょう。オメガ3脂肪酸。まあ、かっこよく書きました。オメガ3ファッティーなんちゅうんですかね。ごめんなさい。もう自分で書いたらわからないんですけど。はい。このオメガ3脂肪酸というものでございます。こちら、なんとなく聞いたことあると思うんですけど、これはですね、脂肪酸と言われるものですね。はい。油の中にある、まあ、栄養素っていう風に言ってもいいのかな？まあ、ごめんなさい、わかんないんですけど、まあ、栄養素ですよ。簡単に言うと。はい。で、その栄養素の中の一つのことを言っています。で、この栄養素の中ですね。で、このオメガ3っていうのはですね、他にも聞いたことあると思うんですけど、オメガ6脂肪酸、オメガ9脂肪酸とかってあるじゃないですか。で、このオメガ3、3と6ね、オメガ6ね。これは、必須脂肪酸って言われてるんですね。で、必須脂肪酸って何なのかって言われたら、生きていく上で絶対に必要な油の栄養です。はい。で、その栄養は絶対に取らなくちゃいけないんですよ。人間って誰しも。で、そのうちの、この、それのオメガ3なのか、オメガ6なのかっていうところですね。はい。で、このオメガ3、オメガ6ってね、この体の中で作れないんですよ。だからもう食べて取るしかないんですよね、これに関しては。だから、このオメガ3とオメガ6をしっかり取っていただければと思います。あ、ごめんなさい。オメガ3を取ってほしいですね。はい。で、まあ、しっかり食べていかなくちゃいけないんですよっていうところで、じゃあ、お伝えしたその必須脂肪酸、食べていかなくちゃいけない脂肪の栄養素っていうのは2つありますよ。オメガ3、オメガ6っていうこの2つがあります。はい。で、まあ、これらの必須脂肪酸の働きっていうと、すっごいざっくり言うと、エネルギーを作ったり、細胞膜を作ったり、あとは炎症作用を抑える、まあ、かゆみを抑えるっていう働きですね。で、まず一つ目のエネルギーなんですけども、単にそのままですよ。タンパク質とか、三大栄養素に入るんですよね。タンパク質、脂質、炭水化物だったかな？糖質かな？忘れたんですけど、その三大栄養素って言われて、まあ、簡単に言うと、体のエネルギーを作る。エネルギーとなるために食べてもらわないといけないし、体の代謝を行うために必要なエネルギーの三大栄養素なんですね。そのうちの一つでございます。それが脂質、油ですね。で、その働き、エネルギー酸性の働きがあるんですよ。エネルギー作ってパワーにするんですよっていうのが、この一つの役割です。で、次二つ目、細胞膜形成っていうことなんですけど、これね、ちょっとね、聞いてほしいんですけど、
人間っていうのはですね、まあ、60兆個の細胞の塊でできるんですよ。これぐらいの。ごめんなさい、これめっちゃでかいんですよ。こんなちっこいね、細胞が60兆個集まって今の体ができてるんですね。で、その細胞を一個一個こう、覆ってる細胞膜っていうのがあるんですけど、それを作るのがこの油ちゃんなんですよ。だから油ってめっちゃ大事なんですよね。で、この油ちゃんが、その膜を作ってくれてて、じゃあ膜って何の働きをするのかって言ったら、この網戸のような役割をするんですね。で、網戸って何かっていうと、その人間にとってプラスのものは入れますよね。まあ、つまり風。風を入れるために網戸入れます。で、余計なものを入れないようにしますよね。それは虫を入れないように、こう細かい網目になってますよね。だから細胞膜も同じような働きをすると思ってください。必要なものを取り込んで、そして、いらないものを入れない。かつ、いらないものを外に出す。っていう役割があるんです。はい。だから、もう猫ちゃんがこうやって外に出れないようになってるんですね。そう。っていう風に、膜を形成して細胞を、の新陳代謝っていうんですけどね。いるものを入れて、いらないものを捨てる。こう新陳代謝を守るために膜っていうのは、ちゃんと、網戸をちゃんと貼っとかないといけないんですよ。そう。それをするために、この油が必要なんです。はい。で、なので、これが必要なんですよ、っていうことなんですね。はい。で、まあ、これで、ごめんなさい。この油が必要になってくるんですけども、でも、この油がですね、このオメガ3っていうのが、少なかったら、オメガ3が取れてなかったら、この膜がちゃんと作られませんよねって。じゃあ、作られなかったら、その余計なものを入れてしまったりとか、代謝がうまくいかなくなってしまって、炎症を起こしたりする働きも出てくるんですよねって。で、まあ、結局炎症を起こしてしまうっていうことがあるんですけど、結局じゃあそのオメガ3を取るとどうなるのかっていうところで、だから EPA とか DHA とかっていうのはそのオメガ3のことなんですよ。なんか聞いたことあるでしょ？なんか EPA、DHA 取って元気になりましょう、お肌きれいにしましょうみたいな。あれとオメガ3脂肪酸の中の一つなんですね。で、まあ、それで摂取することによって、で、このアレルギーとか炎症を抑制できると。まあ、ちょっと難しい言葉を言うと、このシクロオキシナ、オキシゲナーゼ、これね、読めなかったから勘弁してます。すいません。を作られにくくして、で、作られてもトロンポキ酸は活性が極めて弱いことから、アレルギーや炎症などを抑制できると。まあ、簡単に言うと、炎症を抑える。もうめっちゃ簡単に言うと炎症を抑えるです。もうこれね、別に覚えてもらわなくていいんじゃないかって思ってるんですけど、まあ要はオメガ3の脂肪酸が、まあその炎症作用を抑えることになるんですよねっていうことなんですね。だから、しっかり取ってください。はい。っていうところでございます。じゃあ、まあその炎症作用を抑えるよねっていうところでどういったものに入ってるのかって言ったら、はい。まあ、こんな感じですね。主に油。はい。アマニ油、エゴマ油で、まあ、クルミとかにもよく入ってますし、で、小さな青魚、シラス、イワシ、アジ、サンマぐらいかな。これぐらいの大きさのお魚、青魚に入っていますよって。そっから油を取ることができます。はい。じゃあ、これを取るにはですね、やはり注意点があるんですね。はい。まあ、さっきもお伝えしたように、ただ取ればいいってわけでもないですし、やはり、その、偽物商品に騙されちゃいけないんですよ。悪徳オメガ3商品を見分けるための選び方、そして、オメガ3商品をしっかり摂取するための、摂取方法とか調理方法のお話をちょっとしていきたいんですけど、はい、まず選び方です。オメガ3の油、特にアマニ油とかエゴマ油を取るときは、この、あ、すいません。低温ってね、音じゃなくて、温度のことです。低温圧搾法、製法を使っているものを選んでください。まあ、簡単に言うと、低温で殺菌消毒してある加工をしたアマニ油とかを選んでほしいんですね。コールドプレスとかっても言います。はい。アマニ油って、の、その、オメガ3ってね、さっきのオメガ3、炎症を抑える作用、痒みを抑える作用のあるオメガ3っていうのは、ものすごい熱に弱いんです。だいたい70度以上の熱に弱いんでしたかね。はい。なので、熱を加えられると飛んでっちゃうわけですよ。はい。で、じゃあ油を加工して瓶詰めして商品に出すときには、その殺菌消毒っていうのをしなくちゃいけないんですね。これルールがあって。で、その殺菌消毒をする上で、高温でブワッとやって、その消毒するのか、それとも低温でこう、ね、やっていくのかっていう違いで、低温で消毒されているものを選んでくださいと。低温圧搾製法とか、コールドプレスって書いてます。
で、それはなんでそれを選んでほしいのかって言ったら、高温でやるとオメガ3が飛んでいっちゃうんですよ。そう。だから、これが表記しているものを選んでください。で、スーパーとかでね、1000円以下で売ってるようなものっていうのは、こういうこと書いてないです。低温圧搾っていうのは書いてないです。コードプレス製法っていうのも書いてないです。全くの意味も書いてないです。オメガ3が、オメガ3って書いて、で、なんか、アマニ油みたいなね。で、700-800円で売ってるみたいなのあるんですけど、でもそれはね、多分ね、よろしくないもんだと思ってください。なんでかって言ったら、低温圧搾このね、コードプレスってしたらね、めちゃくちゃ手間と、人件費がかかるんですね。そうです。高温だったら一瞬じゃないですか。もうボーンってやって、火ガーって上げて、金バーン倒して、で、終わりみたいな感じなんで、人も人件費も時間もいらないんですよ。労力もいらないです。だからお金もそんなかからないから、安くで売れるんですよね。でも、低温圧搾製法っていうのは時間がすごいかかるんですね。40度ぐらいのなんか熱でこう、わーっとずっと殺菌し続けるみたいな感じなんで、もう結構ダラダラするんで、時間とお金がかかってしまいます。だから手間暇かかるので、お金がかかるよね。だから、高価なものを選ぶと、ちゃんとこういうのも書いてるので、しっかり高価なもの、質のいいもの、高価なものじゃないですね。質のいいものを選んでください。その基準として低温圧搾製法。はい。コールドプレスっていうのを選んでくださいね。じゃないとオメガ3ないですから。ただの油を飲んでるのと一緒ですよね。はい。で、次、遮光容器。太陽光に弱いんですよ、オメガ3って。太陽光を浴びてしまうと、酸化してしまうんですよ。まあ、簡単に言うと錆びてしまうんですよ、油が。で、錆びるとオメガ3がなくなっちゃうんですよ。飛んでっちゃうんですよ。だから、ちゃんと太陽光を遮るようにしてる瓶とかね。まあ、どういった容器があるんでしょうか。まあ、そういった容器を使ってるものを選んでください。はい。ちゃんと遮ってるものです。光遮ってるもので、かつ、家の中でも保管するときは、冷暗所で保管してくださいね。お日さんが当たってるようなところを置いてたら、どん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 酸化してしまうんで。はい。だから、それを選んでくださいねって。遮光容器がちゃんとなってるものなのか、そして、低温圧搾してるものなのか、っていうのを選んでください。はい。っていうのが選び方でございます。おい。で、ほんでですね、次は調理方法ということなんですけども、絶対に熱は入れないでください。はい、必ず生で取ってください。まあ先ほどもお伝えしたように熱にものすごく弱いんですね。だからこそ、生で取るっていうのがベストです。一般的な取り方で言うと、サラダにかけるっていうのが、まあ一番親しまれている方法ですかね、油で言うと。はい。で、くるみとかもそのまま取っていただくっていうのもありですし、青魚とか、小魚とかっていうのは、まあ、生のまま召し上がっていただくのが一番オメガ3油を取るのにいいですね。だから手っ取り早いです。でね、なんか毎回テレビで見たんですけど、アマニ油は体にいいよみたいなことをテレビでやってたんですけど、じゃあテレビで紹介されてる一般の人がオメガ3の、そうね、アマニ油を取ってたのって、なんかね、味噌汁とかにも入れるんですよ。で、味噌汁とかに入れて何でも使えますみたいなこと言ってるんですけど、味噌汁とかに入れたら熱入って酸化しますからね。もうそんなだったらね、油として質めちゃくちゃ悪くなるから良くないです。はい。なので、しっかり生で取ってください。これがもう第一前提です。はい。で、次。摂取方法でございます。まあ、めちゃくちゃ取ればいいってわけじゃないんですよ。ティースプーン1、2杯にしといてください。油って、ね、取ればいいってわけじゃないですからね。もうもちろん取らなくちゃいけない油ではあるんですけども、取りすぎは絶対的にダメです。何でも取りすぎはダメですけどね。油に関わらずに食べ物っていう栄養素っていうのは全部取りすぎはダメなんですよ。取りすぎ少なすぎもダメなんですけども、だから油も大体ティースプーン1、2杯ぐらいにしておいてください。1日の摂取量ですね。それだけでも十分でございます。で、あと、1対4。これ気をつけてほしいんですけど、何なのって、これ何の割合なのっていうと、オメガ3とオメガ6の割合です。はい。オメガ3とオメガ6のゴールデンバランスは1対4なんですよ。で、オメガ6って言うと、ベニバナ油とか大豆油とか、サラダ油とかも入ってるのかな？とかですね。あと、ごま油とかもですね。オメガ6が多いと言われておりますが、まあ、オメガ6も取らなくちゃいけないんですよ。だから、その割合としては1対4ぐらいの割合で取るのがいいですよねって言われてるんですね。で、実際にそれを取れてる人がいるのかって言ったらほとんどいないんですよ。実際今の現代人は、オメガ3とオメガ6の割合ですね、めちゃくちゃ悪くて1対20とか1対40とかね。もう圧倒的に普通のサラダ油とか、ね、大豆油とかなんかパーム油とかね、いろいろあるじゃないですか。ああいったものをばっかり取ってるんですよ。
で、そういう風になってしまうと、その、こうね、オメガ3が足んないから炎症を起こしやすい体になってしまって、なんか、花粉症とかアレルギーとか多いんじゃないかって、現代人はそうじゃないのかなっていうことを言われております。はい。なので、この1対4でしっかりバランスを取ること、オメガ6の割合をしっかり取ることが大事なんですよってことを、ご理解ください。はい。3、オメガ3が1、オメガ6が4。この割合を大切にしてくださいね。はい。というところでございます。でですね、まあ、さらにですね、お話をしていきたいと思うんですけども、まあ、一応以上2つですね、ビタミン C とオメガ3のこの油ですね、オメガ3が入っている油をしっかり取ることによって炎症を抑えるっていう役割があるんですけども、さらに強力な栄養素、天然のステロイドって言われる栄養素もあるんですよ。で、これはですね、本当に今だから思うんですけど、僕もそのアトピーを治すときに脱ステっていうのをチャレンジしていたんですよね。ステロイドが、まあ、使いすぎるとね、まあ、ね、なんですかね、まあ、習慣にならなくちゃいいって言われてたんですけど、やっぱ使いすぎると慢性的に使ってしまって、副腎疲労を起こして副腎がちゃんと働かなくて、本来体の中からステロイドの働きが出て炎症を抑えるにもかかわらずに、外ばっかりに頼っちゃって、働かなくなってしまう。だから脱ステをしなくちゃいけないっていうところを分かったんで、脱ステをしてみたんですけども、まあ、いかんせん辛いと。やっぱ辛いですよね。脱ステって。で、みんな試みようと思うんですけど、やっぱ辛いです。だって炎症が出るわけだから、痒みとかも、そういうの出てしまうからね。そう。で、じゃあ、それをするときに、この栄養素ってすごい活躍するんですよ。これが天然のステロイドって言われる栄養素があるんですね。で、その栄養素っていうのはですね、まあ、過剰な炎症を抑える。まあ、ね、免疫調整の働きを持つ栄養素なんですよ。そう。だから、免疫反応ね、炎症がバーって過剰な免疫反応が起きてしまってる。それも、落ち着かせてくれるんですよ。もうまあ落ち着け落ち着けと。その栄養素があるとまあ落ち着けと。炎症を抑えろ。そんな慌てなくていいやろ。っていうことで、働いてくれるっていうところで、こちらの栄養素っていうのは、もう、一種のステロイドホルモン。ね。と言われる風に言われてるんですよ。はい。ステロイドホルモンとも言われています。で、さらにその、